っと会議が早く終わっちゃったから、今日は早上がりをさせてもらったんだ。うん、来月に向けて決めなくちゃいけないことが山ほどあるから、明日生徒会メンバーで改めて話し合うことになったの。あ、リン君への依頼は寮で寝る前にまとめてるの。これから商店街に買い出しに出かけなきゃだし。ごめんね、やっぱり明日の朝でもいいかな。リン君、それに7組の他のみんなも、改めてになっちゃうけど、ガレリア要塞の件はありがとう。君たちは私にとって命の恩人だよ。あの時私は通商会議とは別のフロアにいたけど、それでも列車砲が発射されてオルキスタワーを直撃していたら多分助からなかったと思う。ありがとう。あんまりしつこくお礼を言うのもなんだし、このくらいにしておくね。頼んでた資料も来てたっけ。むむ、雑貨屋さんに行ったら一度戻らなきゃかも。いいよ、さすがに申し訳ないし。そのすごく助かるけど、そこまで手伝ってもらうのはちょっと心苦しいっていうか。ってすごく助かるとか催促してるわけじゃなくて、
難しい状況だね。Thank you.
来てくれたか。ああ、私個人からの依頼さ。率直に言おう、私と手合わせしてくれないか。おや、何を驚いている。私も士官学院の生徒として武術をたしなんでいる身。麗しい少女たちを愛する肉食ハンターなだけではないさ。何、大した話ではないさ。なんだか久々に体を動かしたくなってしまってね。気晴らし程度でいいから、よかったら付き合わないか。オン切るよ。ならば早速始めるとしようか。全力で頼むよ。ブランクがあるから相手としては不足かもしれないがね。それでいい。八葉の手並み見せてもらうよ。はい。はっ、行くぞ。はっ、行くぞ。やるね。ならばこちらも本気で行こう。俺の番だ。手加減抜きで行かせてもらう。はい。行くぞ。なかなかやるじゃないか。戦闘終了。先に進もう。
私の番だな。さて、探索を始めるとしよう。まだ続いているようだな。終点のようだな。相手にとって不足はない。行くぞ。行くよ。シルフィードダンサーズ、ピッチ上がり。風よ、俺に力を貸してくれ。
行くとしよう。